ほい、じゃ呼んでもかな。と、き、あ、気をつけ。今週は、と、ね、以上、放送、4度、3、まで、ゆるーくお届けです。これは、の、したもので、日直、日直、考えあることで、一番パーソナリティ2週間で、ということで、が決まりました。この番組は、メッセージを募集しています。まずは、すべてで、7@1.com です。FM ギノワンというチームで音声を配信します。FM のホームページから見ることもできます。お楽しみに。ツイートしております。ハッシュタグ、はい。始めましたが、久しぶりです。若かったら、はい、ちょっと一回。しまったんで、月4週目のこうラジオです。イェイ。どです。まだ慣れてない緊張気味。まあ、2人で一緒にやっていくと思うんですが、今日は天気、私的には天気だと思う。沖縄の僕、あと薄いのが出て、曇ってるわけじゃなくて、光が出て、いい感じ。皆さんはどう？ちょっとなんか急にゲリラ豪雨が来たりして、なんか天気が、ね、みたいな感じで、だから今日はちょっと、なんかやっぱ急盆じゃない、ちょっとご飯も過ごしたいかなと思って、いい天気良かった最終日はと思って。みん、今、急盆、で見たんですけど、急盆、なんだ、なんか、一時、こう、なんか、人、うつだ人とか、めぐれない人、なんか、それぐらいの感じは、忙しい。忙しい。あ、忙しいんだけどね。ご親戚の方が来てくれるお話したりとかしたけど、やっぱりな、この人だから、こういう時かわったら、なんか、るのが楽しくて、だから今日もちょっと、さんがうわーと思って、しかもその人たち面白い人だと思って聞きながら来ましたね。こうしていきましょう。一曲をしよう。僕はですね、クエストが今回週目にあって、ちょっとそのメッセージとか読むことが多いんですけど、とりあえず確認しました。ありがとうございます。メッセージにリクエスト曲があったので、それをお送りしたいと思います。ください。
が見つからなかったから、とりあえずメッセージが来てましたみたいな感じにして、それに連絡して、で、な、
はい、お相手はゆずさんでの駆け足でした。この曲は私のメッセージを送ってくださった方か、同じの方か、卒業小曲でやったのでストーリーかなと思います。では効果こんなどうぞ。今週のなしでします。はい、先生、先輩、なんか CM、残る CM、残る、ね、え、こっち、はい、え、終わった。これね、OK、お送りした曲で英語の駆け足、はい、はい、このコーナーは高校生を紹介するコーナーです。まあ、言うても今ですね高校は夏休みで絶賛終わるんですよ、ね、夏休みの出来事をするコーナーです今日はまずはどうかな。問題はもう終わります。始業式という感じなのでもう一緒にどうでしょうか。少し残ってきた。あ、やめちゃいですね。頑張ってる。私ほぼやってます。あー、やばいやばい。ちょっと、うん、時間は新聞作ります。あと撮ってるんで、うん、そうも今、はい、ね、自分はだったけど、それ読書感想いけなかった。文も読書文もあって、文もあって、一つ読むみたいな。そうだったね。懐かしいわ。美術科目の宿題もできたね。はい。もう実は宿題なの？いいなあ。でも書道だったんだ。そうだ、はい、あの書道いいよ。もうじゃあ学年、はい、よかったよかった。じゃあやっぱり感想系が決めたけどね、なかなかね、あ大変。だいたい、は、この最終日は、もったいない。ちょっと、的に友達、なんか、宿題って。あ、そう、ない。どうでも、パタパタ。で、もう、なんだろう。もう全部終わる。
あ、え、一応でも、いるのね。なんか、ね、昔から本当にで、計画最初に入ってる。毎日、何やるとか、だけど、やら、できない。結局、って計画、なんか、するのとか、てか、なんで、やっぱ、自分の意識しないと、学校とかがないと、ないじゃん。バラバラになるじゃん。で、って気持ちもよくなって、が、なんで、やってた。それで、準備に、ドリルもある。し、みたいな。で、なんか、充実した夏休みを過ごしましたみたいな。あだけど、今年は、ちょっと違って、ちょっと受験の仕事とかをもらうために、学校に行ったけど、毎日、意外と生活リズムなく、ファッションの目覚めをして、みたいな。そして、リズムは崩れる。だったら、壊せず、ケッチバッに至っている。一休暇が好きじゃない。うん、なんかゴールデン初めてあの1週間ぐらいの学期で長期のやつだとやっぱ私がやるから苦手。どこが好きよ。見よう。ないし、ね、なんか見ちょっといいかな、うん、もう少しと吸盤のお手伝いをあとは、まあ、夏休みって言ってたら、そんなになってしまうが、この夏だけの話としまって、私たちは、に実際にいますね。あ、で、暑いことだったら、単純に、多分それぐらい。そうなのかなと思って、親戚に生とかいるんだけど、どこと結構ね、テストをこう夏休み明けすぐ、こう、割り切りみたいな、じゃなくて、どう、ね、なんで、中間テストも近いのに、なんで、中間テストやるのみたいな。しかも、もしとか、こう、みたいな、やつやるのに、それは、こうやってにはです。さん、見てください。書籍、文化祭、大きいね、学校の行事。文化祭、あの、青春、店、かな。校内で、ね、やってる、ございます。21日めっちゃバーンめっちゃバーンで、ね、ところはお化けだけなんだけど、はい、お化けってね、もう毎度大きいよね、はい、どこでもどこのやつめっちゃ怖いし、でもなんかちょっと笑いお化けとかコンセプトとかしてたら、うん、ちょっと落ちてリアル今相手をこうやってリア
最高ってリアルね。廃墟風景を見てるのね、はい、で、なくなっちゃった子のこのラスボスいるの一応クラスの中に。そういうのお化けを配置して。してどうですか、お金はちなみに。私は、なんか、いいんですけど。あ、そう。音楽を、あを、はい、流す。音楽担当。お母さんは、聞かないかと思います。っきり音楽に行くんだと。下ろし て, て私は死ぬそっかそっかそビールって大丈夫、はい、雰囲気をからこの組もだけどこの F コーラジオビールがあるけどこの組によってどんな雰囲気作るか大事な仕事よね、うん、見てくださいお願いしております。食べ物をやろうと思って、で、内容についてはお菓子をかき氷を売ろうとしてて、ちょっと先生と話したとき、かき氷機を売ったら、はい、普通のかき氷機が、ふわふわの、かけるかき氷が作れるやつを借りてきたらしい。もう、注意したその時私は。それは、かき氷もそう、こんなやつを出すって言ったの、あ、ふわの、あ、ぜひ来てくださいね、皆さん。かき氷もね。あ、ピザの子たちとか、いろんな作品出てて、トッピングが美味しいから、マジでうまい。ぜひ来てください。けど、自分はね、作る側が今日は今はあるので、やここら辺は決まってない。お化け屋敷に。はい私の景色楽しそうだ。だが、他のものも、うん、友達とかと企画で楽しいと思います。ください。という、まあ、番宣含む今週のでした。じゃあ、若菜セレクトでいこうか。はい。大丈夫ですか？いいよ。演習なんで、ピースサイン。CM って何だろう、終わるたびに、あの、して、出たら、出てほしい。聞こえないやつな、はい、だから、あ、どうしようじゃなくて、もし CM が流れなんだけど、私お送りしたのでしたみたいな、はい、そしたら流れてないか分かる、はい、で行こう。ここ
送り曲かな。はい。あなたのそこに送信してのコーナーです。もうやって盛り上がりだった今回もやってと最高。が私。じゃあ、はい。うわされる。あなたがうわされる声が聞こえたら、どうしますか？1、この場合で、2、ことを気づかせる。気づかせる。4、落ち込む。うん、どうぞお願いします。あなたの話を聞いている声が聞こえたら、どうしますか？を立てる。4、一人で落ち込む。あ、なるな。わかんないんだよね。いいのか悪いのか。私絶対ね、4が、ね、でも、たら、悪い結果そうだけど3、正直、じゃあ。おはい、そうか、皆さんでしたかね。コメントは来てないので、その結果発表されるのは、うん、あなたの良さです。1年あるを選ぶ人は高校生が成功と思っています。2番動かせるを選ぶ、の身を立てる選んだ人は決まると思います。の身を選んだ人は成功と思っています。ね、ちょっと悩んだ私の中もある。半々なんだよきっと。あれ。何か、あ、でも何かって特徴を特徴は音が正義、音が正義は筋を通すことは、はで、たら多分、うん、こう近いかちゃんとなんだってるっていうか、うん、こう、そう、かな、自分さんって、あ、ね、思ったな、もう普段って考え、それがいいかと思って、じゃ次自分。これをやりたいと思います。できない。ぴったり。のってそうなんですよ。まずね、ここでペットを発掘していた空間を見ると、なむかってしまう。くいたちで叩く。友人に発掘を発掘する。4、もう一回、ね、あなたはゴロゴロと虫が去っていますか？こう見ると虫が去っていますか？1、丸めた新聞紙を叩く。2、ひんやり雑な3、立ち分け4、立ちますか？
ちですか。あ、はい。もうね、早く。はい、私ではないので、死すると、あ、虫が、あ、虫に、ちょっと、血だけですけど、なんか、普通、壁とか張ってても、あ、いるくらいです。普通で、とか、かけてたら、虫だったらさすがにけど、やべっつって、一番とか、こう、叩いてこちっちゃいのしか嫌いでもない。ゴロゴロしない。虫が。まあ、皆さんはどうでしょうか。わかることはですね。来る。死んでます。ベッドはあなたの心。みんな愛します。まず、選んでなかった3番からいく。友人や隣人に助け、表面を出して、オーラ。はい。このオーラはしっかりつけていくことで、こう。直接とは言わんが、きっとね。してるんだろうね。すごいな。私だったら、3番。をかけるを選んだ表面がリフトしていてもやっていかない嫌いなりのだと見られる怖女子これ女子みたいな怖いわのか嫌いな人ずつああどうかなみたいな自分のはいこれ結構多い見えて攻撃を仕掛けちょっとごめんねもう見えて攻撃を仕掛けるタイプは嫌いなわざと意地悪することあれでも普通の安定の人へのうん嫌いだから会うみたいなときっやつねあ自分のためとかは心配ですけどねあそうだろーちょっと信じられまあ、嫌いな人はそんなことしか聞けないと、じゃあ私する選んだ私文字通りいないものを選んだ嫌いな人はものとして無視することが多いようですやばくないでもと言うと本当に嫌いな人は、本当なんて、その人だけど、嫌いな人は、もう、なんか、言えない。本当にいないものを使う。でも、と、あんまり、なかなか、人はないから、なんとかじゃないから、人は知らない。自分ってなんだっけ怖いよって感じ準備してたりするいいもあじゃあやるなはいじゃあはい顔を真夏のどのためにでジュースを飲みに行き、金を採取する際に10円玉を出しています。10円玉は自動販売機。
アドジェネに重大な諦める、3トレイルを、あーもう一回と夏日なあなたは自動販売ブースを買いに行きました。お金から前に玉を落としてしまいます。円玉はな自動販の下に一円を落とすようなドジではない。円ならと諦める。そうなら自動販に買っても私は100円だったなんだけど、そうならないけど、100円だったら2万かな。ごめんねっていう。1万。でも、意地でもやりたい。そこ、偉いって偉い。そっか、2人とも。どうでしょう、はい、まずあなたはなどというつが私の恋人の中にもとなんかも捨ててしまう。よいバンドの存在だとになってみたいいよすごいわ、一番の人はすごいと思う、うん、じゃあ一番をあなたは考えをからもらうプレゼントそんな人よそんまあそう迷うの私と使ってるもんっていいなんだもん説ね、うん、3番ではない、教えてください。じゃあ2番、男以下と終わらせるあなたは恋人をもらったあったかすら言い出せない。今ヒントはいいと書かれてもすぐに2回次の恋人です。いいと思いあ、でもいいとかはちょっとあ、でも別にあれ、なんだろうな、覚え、未練はない。うん、辛いとか、むしろ新しい恋に向けて走った出会いを、現状で募集中です。最後、選んだあなたは、恋人からも、必ず取って、取り、を選らせます。つらないその未来もあああってあーでも恋人とか言うのあーそっかのか微妙で、ね、ちょっとそう見たらもうやってしまってみたいな至らないあーあまさに愛しあーこう考えをなんか、うん推の人にはないわなこのぐらい恋だったのか恋だったのかこれ自分が言ったよ面白いよ面白いじゃあ次ね私が行こう。うーんどうしようかな日常系あこれあれだあおグローバルに行こう。あ外国人の出会いになりその国の知り方ではありません。意外な部分がそうでしょうか。1変化持っていることを違うことを言う。3ビトンなど担当全くですね。もう一回言いますね。あとは外国人と知り合いになります。この外国人と知り合いますが、一つだけ。な部分が
かるといい、それは何でしょうか。一番飲み物が多いこと。の父親が飲み物が多いこと。2、持っていることと違う。3、庶民のグッドビトンなど。2かな。出ること、大丈夫みたいな、僕自身多い。そういうのが、そう。私の知り合い、僕自身は。かな、もう、っていう。紛らわしい。でも、もう。では、じゃあ1番このテストであること、このテストで分かるのは、本人に心を聞き合うと判断します。文化も違う、僕はあなたの方針を言います。では、もし宴会やったことが嫌いっていう方、あなたは的心を聞きやすい、こういう関係ではない。楽しいわ。飛ばしてしまうか。もビトンのブランドものを持っている。ハイブランド品はブランドであり、よいます。本当にこう開かれるようです。ジョンさんがめっちゃすげえ持ってる人。2番を思うこと、あの、を利用して本当に関係ができるあなたは、信頼した相手を心開くよ。しかし、対面に親しくない相手には、それだけの対応、親しみやすさということで、周囲に人が、ってそんなもんじゃないの。なったらここに、うん、なってはよくねとかなんかね、うん、とかって全然これでいい、うん、だってさ、なんかとかさ、自分がなんか仲良くなってる友達、自分のことを聞くとすげえ変わるらしいわけ。ことが起きて、それでこの変人気面からぶっ飛ぶんで、巨大が言われ、最近言われると、そんな変なところっていうか、なんだろう、自分何かんでも言うか、みんなも知ってるのもあって、いや、クラスで普通って話したのを、この人ですよって思った。ほら、死んだ、ぎこちなく来たくなそうじゃん。立ってないじゃん。思う。よかった、ここ安定の時だったかな。じゃあ、ぐらい、今日は、楽しかった。した。エンディングかな？番組募集してメールは7@web.79.com.1 はローマ、最後の N は1はないよ。注意ください。では、キャストユーストで、ズームバーのホームページから見ることもできるので、そちらも楽しみに。連動しておいてお待ちします。高ラジオ、F 価格の高い。もう、あっという間。前回放送
登場だったのにギリギリ言えなくて、からねって言ってる。ああ、いや、ちょっとだったんだけど、ね、どうに上手だよ。読むときも、ありがとうございます。特にオープンをごたってたから、じゃあ心の中で、実感できて、すごい安心。結構なんか似てたり、あとは、うん、お互い冷静対処、パニックル1時間進められたらすごいなんかいいコンビなんて思って乗っていくなと思って、かな才能ありますだって前も言ってたけど、声に聞かない緊張声なんか普通に死んでるないんだけどでもね、ちょっとそう聞いたとなんだろう、で声が変わったから、やっぱちょっと変わってたんだなまあでもまあはい、楽しかったです楽しかったならよ、はい今度は1年他にもいるからワイワイしていきたい、うん、なんだ1年だけの私は聞いてないから本気だけに回るから、2人で3人とかで聞いてふんって聞きたいがいつかねいいなって思うけど、次回かな結構しますけど、今日も早めではまた、9月の土曜日お会いしましょう。わかんなかった笑うなし余裕ありました。やったー、よかったよかった、よかった、ちょっとバタバタ、あ、すげーよかったよかった。じゃあ収録では曲安定というか、
本当にそろって気づけないけど、実際私が知ってくれるで、でまあまあ後からやりたい人が出てみたいな、全然こうになるし、聞こえてないけど、本当のはずだな。じゃ終わってるな。Okay.